いつもノコノコとか使いますね。なんかちっちゃくて自分もそんな大きくないんで似てるなみたいな感じ。妹と対戦します。私が結構勝つんですよ。でいつも妹が泣くっていうかいじけてて、まあ、それでもうちょっと待ってあげようかなみたいな。甥っ子と姪っ子がいるので私にとってはなんかコミュニケーションの一つになるのでよくやってます。一番好きなキャラクターはヨッシーが一番好きでした。ヨッシーは直線のコースですごい速くて加速がつけばつくほどやっぱり速いので。ルイージ、はい、マリ、私はマリオがやっぱ王道のマリオが好きなんですけど、それを子供に取られてしまうので1位で後ろからトゲゾウコーラとか来た時にもううわーってなるんですよね。でもそこで2位とかも巻き込んでヨッシーみたいな感じで、と1番はピーチで2番はヨッシーです。ピーチは普通に自分が好きで可愛いからっていうのと、ヨッシーはなんか元気がもらえる気がする。いつも息子と対戦してるんですけど勝ったことないですなかなか勝てないです。そうですね、本当にあのたくさんの方々にマリオカート遊んでもらってるのは、まあ、改めて、まあ、感じましたし、キャラクターに関して その自分が何を使うかっていうのは単に速さだけじゃなくて、その自分の好みっていうんですかね、そのヨッシーが好きとか、すごくあの皆さんそれぞれこだわりがあるので、なんか面白いなと、まあ、思いましたね。マリオカート7では、マシンをですねカスタムできるように今回はしてみました。自分のレーススタイルに合わせてタイヤとそのフレームと、あとは空を飛ぶためのグライダーをですね自分でこう好きなように組み合わせて、例えばこうフレームでもその重量級のフレームやその軽量級のフレームをこう使い分けるとか、あとはタイヤもですねハイグリップタイヤにしてみるとか、ダートに強いこうでかいタイヤっていうんですかね、まあ、この組み合わせでそのどれぐらい速いのかとか、自分がこのコースで活躍できるのか速いのかっていうのを、自分でこう発見していくということを今回、していただいて楽しんでいただきたいと思っています。新しい、全く新しいコースを、16コース追加で、作りました。で今回はその陸海空、いろんな飛んだりとかスイッチの中を行くんですけども、その新しいコースはもちろんそういうのをいろいろ取り込んだコースになりますし、過去のコースも、若干その水中やその空を飛ぶということが新規要素として盛り込んだ上で、過去のコースを、まあ、改めて楽しんでいただけることに、なります。例えば、ウーフーアイランドですね。ウーフーアイランドはウィフィットや、ウィスポーツリゾートで舞台になった島なんですけれども、ここでちょっと特徴的なのは、まあ、今までのマリオカートですとその同じコースを3周して、3周したゴールするみたいな、そういう、まあ、レースになっていましたけども、ウーフーアイランドに関してはスタートからゴールまで長いコースをもう走り切ると、とにかくいろんな仕掛けが盛り込まれて、最後まで走り切って、まあ、1位なのかみたいな、そういうコースも今回は用意しているんです。新しいキャラクターがですね何体かまた用意しようと思ってるんですね。今回はその中で、2つのキャラクターをちょっと紹介したいと思います。まず1つは、メタルマリオですね。これはマリオ64で、登場したこうキラキラっとこうメタル調に光ったマリオですね。もう1つはですね、新しいキャラクターとしては、ジュゲムですか。スターターですね、こうシグナルを持ってこうスタート時にこうピッピッピッポンと、そういう役でずっと出ていたんですが、実際にレースに参戦するということは今回が初めてなんですけれども、ジュゲムがなんか好きだっていう人は本当に使っていただければいいなと思っています。まあ、今回何個かアイテムを追加したんですけども、今日はその中で一つ紹介をしたいと思います。それはファイアーボールなんですけれども、こう前後にですねファイアーボールをこう打ち分けてですね、ファイアーボールが当たるとこう軽くこうスピンしてしまうような、そういうアイテムを今回用意してみました。 Nintendo 3DS ではそのすれ違い通信や、あとはいつの間に通信という新しいその通信の要素もありますので、いつの間に通信、すれ違い通信、そしてインターネット対戦と、まあ、いろんな通信についての、遊びをですね、盛り込んで、みたいと考えています。いつの間に通信では世界中のマリオカートプレイヤーのゴーストを、そのダウンロードでですね、いつの間にか
ゴーストが自分のところにやってきて、で対戦できるような、そういうことを考えたいと思っています。すれ違い通信でではですね、そのすれ違い通信によってマリオカートのプレイヤーの、ゴーストのデータですね、それをお互いに交換するようなことは、やろうと思ってるんですね。それだけではなくて、そのすれ違い通信で出会った人たちで、インターネットでも対戦できるような、ちょっとそういう新しいことをやってみようと思っているんですね。インターネット対戦なんですが、ローカル通信で8名で、インターネット対戦でも、8名ですね、対戦できるように、しようと思ってます。今回 Nintendo 3DS には、ジャイロ機能というのがありますので、やはり同じように、その Nintendo 3DS をこうハンドルのように操作するだけでハンドルの操作ができるようなことも、やっているんですね。ハンドリングの操作をしている時には、そのカメラのビューもですね、主観モードに今回、しているんで、本当に自分でこう主観モードで、レースを勝ち進むみたいなことにもチャレンジしていただければ面白いんじゃないかなと思いますね。家庭用ゲームソフトとしてはですね、第7作目なんですね。ですから、そういう意味もありまして、今回タイトルもですね、マリオカート7にしてみようと、思いました。本当にそのタイトルごとで、 それぞれお客さんがですね、遊んでいるその量とか遊び込み等ですね、あとはその思い入れなども、本当にもうそれぞれ違うっていうのがインタビューでもね分かりましたし、私たちもですね、本当に今のマリオカート7を、本当に楽しく遊んでもらえるように、完成までですね、今全力で取り組んでいますので、皆さん期待していてください。そのどれぐらい速いのかとか、自分がこのコースで活躍できるのか速いのかっていうのを、自分でこう発見していくということを今回、していただいて、楽しんでいただきたいと思っています。全く新しいコースを、16コース追加で、作りました。で、今回はその陸海空、いろんな飛んだりとかスイッチの中を行くんですけども、その新しいコースはもちろんそういうのをいろいろ取り込んだコースになりますし、過去のコースも、若干その水中やその空を飛ぶということが新規要素として盛り込んだ上で、過去のコースを改めて楽しんでいただけることに、なります。例えば、ウーフーアイランドですね。ウーフーアイランドはウィフィットや、ウィスポーツリゾートで舞台になった島なんですけれども、ここでちょっと特徴的なのは、今までのマリオカートですと、その同じコースを3周して、3周したゴールするみたいな、そういう、レースになっていましたけども、ウーフーアイランドに関してしたいと思います。それはファイアーボールなんですけれども、こう前後にですね、ファイアーボールをこう打ち分けてですね、ファイアーボールが当たるとこう軽くこうスピンしてしまうような、そういうアイテムを今回用意してみました。任天堂 3DS ではそのすれ違い通信や、あとはいつの間に通信という新しいその通信の要素もありますので、いつの間に通信、すれ違い通信、そしてインターネット対戦と、いろんな通信についての、遊びをですね、盛り込んで、みたいと考えています。いつの間に通信では、世界中のマリオカートプレイヤーのゴーストを、そのダウンロードでですね、いつの間にか、ゴーストが自分のところにやってきて、で対戦できるような、そういうことを考えたいと思っています。すれ違い通信でではですね、そのすれ違い通信によってマリオカートのプレイヤーの、ゴーストのデータですね、それをお互いに交換するようなことは、やろうと思ってるんですね。それだけではなくて、そのすれ違い通信で出会った人とはスタートからゴールまで長いコースをもう走り切ると、とにかくいろんな仕掛けが盛り込まれて、最後まで走り切って、1位なのかみたいな、そういうコースも今回は用意しているんです。新しいキャラクターがですね、何体かまた用意しようと思っているんですね。今回はその中で、2つのキャラクターをちょっと紹介したいと思います。まず1つは、メタルマリオですね。これはマリオ64で、登場したこうキラキラっとこうメタル調に光ったマリオですね。もう一つはですね、新しいキャラクターとしては、ジュゲムですか。スターターですね、こうシグナルを持ってこうスタート時にこうピッピッピッポーンと、そういう役でずっと出ていたんですが、実際にレースに参戦するということは今回が初めてなんですけれども、ジュゲムがなんか
好きだっていう人は本当に使っていただければいいなと思っています。まあ、今回何個かアイテムを追加したんですけども、今日はその中で一つ紹介を。いつもノコノコとか使いますね。なんかちっちゃくて自分もそんな大きくないんで似てるなみたいな感じ。妹と対戦します。私が結構勝つんですよ。でいつも妹が泣くっていうかいじけてて、まあ、それでもうちょっと待ってあげようかなみたいな。甥っ子と姪っ子がいるので私にとってはなんかコミュニケーションの一つになるのでよくやってます。一番好きなキャラクターはヨッシーが一番好きでした。ヨッシーは直線のコースですごい速くて、加速がつけばつくほどやっぱり速いので。ルイージ、はい、マリ、私はマリオがやっぱ王道のマリオが好きなんですけど、それを子供に取られてしまうので、1位で後ろからトゲゾーコーラとか来た時にもううわーってなるんですよね。でもそこで2位とかも巻き込んでヨシみたいな感じで、と1番はピーチで2番はヨシです。ピーチは普通に自分が好きで可愛いからっていうのと、ヨッシーはなんか元気がもらえる気がする。いつも息子と対戦してるんですけど勝ったことないですなかなか勝てないです。そうですね、本当にたくさんの方々にマリオカート遊んでもらってるのは、まあ、改めて、まあ、感じましたし、キャラクターに関して その自分が何を使うかっていうのは単に速さだけじゃなくて、その自分の好みっていうんですかね、そのヨッシーが好きとか、すごく皆さんそれぞれこだわりがあるので、なんか面白いなと、まあ、思いましたね。マリオカート7では、マシンをですねカスタムできるように今回はしてみました。自分のレーススタイルに合わせてタイヤとそのフレームと、あとは空を飛ぶためのグライダーをですね自分でこう好きなように組み合わせて、例えばこうフレームでもその重量級のフレームやその軽量級のフレームをこう使い分けるとか、あとはタイヤもですねハイグリップタイヤにしてみるとか、ダートに強いこうでかいタイヤっていうんですかね、まあ、この組み合わせで